今回はあのマーブルチョコレートをねまた買ってきたところですね。お値段がね66円だったか70円だったかするとね、あのなんだあのネズあれなんだっけ、いろんなねカラフルなチョコレートがあって、あの小さい時食べたことあると思うんですけども、駄菓子屋さんとかね、300円この遠足の時に持ってった人もいるんじゃないかな。まあ遠足を持ってた時ってあるね、私が持ってた時は溶けてるチョコレートもあったもんな、確かにな、持ってた人はいないかもしれないね、うん、友達とか遊ぶ時は食べたりすることもある方もいるかもね。年齢的にまあ3、40代の人はね、どうなんでしょう、私は食べてたけどね、うん、まあ、小さい時お小遣い少ないんでね、それで食べてました、うん、で消灯動画